単純にこのミドルで受けたこの受け方をそうする。ただこうしたりとか変に右手こうなったら余計危ないです。立ち向かってもあかんけど、ミドルやったのをちょっとだけ気持ち上げて、いやお腹チームかぶってる、横をつるっていうのを、まあ、早くやって、はい、このまま待ちじゃなくて痛いですから、ミドルにちょっとあの、はい、届かない人もおるかもしれんけど、はい、防具だけ練習、はい、はい、やって、はい、大丈夫、ミドルで、やっぱね、さっきあの、防具が片手で受けたあかんっていうのに言いましたけど、蹴ってる側にも問題があるんです。ちゃんと蹴ってたら、こっちから曲がってるのないんです。膝を伸ばすのが早いからと思うんですよ。曲がった状態は絶対両方に当たるはずなんです。だから、さっき言ってたら、ミドルで、これはおかしい。当たり方です。両方から、なんかおかしい。ありがとう、ハイキックとにかく、交互にドン。はい。すぐ反撃できる状態だと、だから、逃げて、次反撃できへんでしょ。今の皆さん、ミドル見てても、やっと攻撃するねって話なんですよ。ミドル受けても、バン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 って反撃せなあかん。あれか、姿勢はとにかく崩さない。まんまで、振ったら、横移動する。ここだけの。まず入ったから、はい。おやじさん。おやじさん。おやじさん。はい。これだけやります。